明治神宮野球場のつば九郎とつばみつば九郎は日本プロ野球東京ヤクルトスワローズのマスコットキャラクター。初登場は1994年4月9日、2008年にはプロ野球のマスコットとしては初めて開催試合連続1000試合出場を達成した。現在はマスコット史上初となる2000試合連続出場を目指している。 2015年6月27日にて主催試合1500試合連続出場を達成した。チーム名にあるようにツバメをモチーフとしたキャラクター。名前の由来はツバメの故障、ツバクロとツバゼリアに強く苦労しながら接戦をものにするという意味が込められている。ただし本人はそのことを知らず、大人の事情とあまり気にしてはいない。なお、ツバメは本来はタりドリだが、ツバクロは ツバメ界の最先端を行く進化したツバメとされ、日本の四季変化に対応することが可能である。反面、恋したツバメと冬には、別れてしまうので恋が長続きせず、彼女いない歴15年という状況を、プロ野球12球団のメインマスコットとしては、唯一ユニフォームを着用していないのがた、球団マスコットとの大きな相違点で、胸にある、スワローズのロゴは、タトゥーと主張している。 本人曰く裸キャラなことから清掃は裸にネクタイである。イベント等の特別な機会に浴衣やメガネを身につけたり、ヤクルトアトムズ復刻ユニフォームなどを着用することはあるものの、基本的に頭部のヘルメット以外は何も身につけていない。このヘルメットは自身の著作においてずらせることを明かしていたが、2009年5月17日には脱帽姿を ファンの前に披露した。ヘルメットの下はわずかながらリーゼントである。背中には立派な演技を有し、通常のツバメとは異なり上を向いているのが特徴。リストバンドを腕ではなくお先に装着する時もある。手羽には指があるため物を器用に扱えるが、逆に羽は退化して小さくなっているため、飛行は不可能。本人は自分はあえて飛ばないツバメ、飛ぶ必要がないと主張している。 また、非常に滑腐の良い体型をしており、メタボリックシンドロームの典型である。バクロ郎の世界ではこの体型が基準サイズとしているが、体型や黒白のカラーリングでしばしばペンギンと間違えられてしまう上に、近年では発言で、ブラックジョークを多用するため、一部のファンから、畜生ペンギンと揶揄され、定着しつつある。2009年には、 契約公開で、ペンギンと間違われないがインセンティブに含まれたこともある。性格は、非常に自由奔放であり、つばクロの最大のライバルとされるドアラをして、あの方、自由奔放さでは、僕の上を行くと言わしめるほどで、行動もマイペース。当時福岡ソフトバンクホークス監督の王、サダハルに記念撮影とサインをお願いした時に、宮本深也からは、怖いもの、なしと評された。なお、 本人は自身が調子に乗りやすい性格であることを悪い癖と自覚はしている。大掛かりなアクロバットは行わず、バズーカでスタンドへ向けて T シャツを打ち込むのが主となる。ホームの神宮球場のみならず、遠征先の球場、さらにはイベント先においてもこのバズーカパフォーマンスを行うことが多い。このため普段は大きく動かないが、周知心の振り付けを完璧にこなすほか、 中日ドラゴンズ投手陣のノックに参加するなど、動きの良さを見せる場面もある。かつて在籍したアレックス・ラミレスとは、お立ち台などで一緒に行う、息の合ったパフォーマンスもよく知られていた。ラミレスが巨人へ移籍した後は、アーロン・ガイエル、ジェイミー・デントナ、ウラディミール・バレンティンなどと共に行っている。2006年6月7日、スポーツコミュニティサイト、スポーラで公式ブログを開設していた。 漢字やカタカナを知らないのか、どちらのブログも本文はほとんどひらがなで書かれている。業界用語など、写真が多いのも、特徴で、球場、イベント会場で、デジタルカメラを自ら持ち撮影した写真が、アップロードされる。自分で自分を撮る、セルフパチリもよく行うが、最近は、腕が鈍ってきているのを気にしている様子。選手の故障はあだ名、もしくは、くんづけが多いが、 高市春のことは弟分扱いし、高市と呼び捨てにしていた。逆に監督やベテラン選手には、さん付けもあり、特に宮本に対しては、六様と呼んで恐れている。なお、福地久のことは、海口くん、不敬地くんと、伏せ字で書いていた。2011年11月26日に以降は、アメーバブログへ移動、同時に SNS サイトであるグリーのアカウントを取得。 理由は、大人の事情ですとのこと。会話ができないため、公の場に出るときも、ブログと同様にひらがなの筆談で通している。また、料理をするのが得意なので自身のブログに、アップのほか、テレビ朝日から、情報満載ライブーモーニングバード、の料理コーナー、プロ技レシピ、の本を4冊、里の雪から豆腐を2、3ケースをプレゼントされた。年月、 新聞紙面で球団側から遠征支給が明らかにされ、約50回のビジターゲームや各種イベントへの参加に充てられる。球団関係者によると総額は数百万円に上り、全国での PR 活動から知名度の上昇を目論んだ。12月25日に行われた同年の契約公開では、それまでの現物支給に加え、 年俸2896円出来高払いが追加された複数年契約を球団と締結した。なお、出来高の条件については、爆注ができるようになった場合は2896万円増。主催試合2000試合連続出場達成。WBC 日本代表のマスコット枠に選出の場合は大幅増。子供を泣かせたペンギンと間違えられた妹。 つばみをいじめた場合は減法となっている。2010年12月25日に行われ、大幅アップの年俸8960円。できたが、ヤクルトの見放題でサイン。ただし、前年度の契約公開の際の減法条件のすべてに引っかかったためか、1万円の大台越えは、ならなかった。2011年12月21日に交渉。都内でファンを増やしてもらったと、球団から、 貢献度を評価され、プロ野球マスコットとしては、史上初となる年俸1万円で契約を公開した。2012年12月4日、マスコット会史上初の FA 券の行使を宣言。22団体のオファーを受けたが、12月26日に、現状維持の年俸1万円で、残留契約を行った。残留の決め手は、宮本さんを手、ブラで返すにはいかないでしょ2013年、 大人の事情のため越年、翌2014年1月に契約交渉を行うも、決裂し、一時は神宮で自費キャンプに突入する。結局2月17日に、スワローズのキャンプ地である浦添での交渉で、デビュー20周年のご祝儀として年報、年俸20%アップの12000円で契約を公開した。2014年12月17日、同年に、 チバロッテマリーンズから FA でスワローズに移籍したナルセヨシッサの代わりとしてマリーンズがツバクローの獲得を打ち上げた。もともとマリーンズとツバクローは同年5月に交流戦限定のコラボグッズを発売するなど朝からぬ縁があった。マリーンズでは神宮で試合がない時だけ QVC マリンに来てもらうという二刀流を認める妥協案も提示し、 獲得を狙ったが、最終的に、ツバクローが、スワローズ残留を決めたため獲得はならなかった。なお、2015年1月に行われた契約公開では、年俸25%減の9000円と初の年俸ダウンとなった。2015年2016年1月8日の初交渉で提示された、年俸2万円に態度を保留、1月20日に行われた、 最高賞で2000円の上積みを認められ、年俸22000円でサインした。なおつばロ郎は、前年行けなかった、優勝旅行への帯同を希望しているが、これについては、オプションも勝ち取った、明確な検知は得られなかったなどメディアで結論が分かれている。2016年球団の仕事収め日である12月27日に、契約交渉を行う予定だったが、つばロ郎が、 交渉予定時間から3時間遅刻、到着した時にはすでに球団の業務は終了しており、張り紙で一方的に契約の現状維持を告げられた。2017年前年と同じ12月27日に、今度は遅刻をせず契約公開に臨み、交渉では、グッズ、売り上げ、第1位などと、球団への貢献度の高さをアピールしたが、チームが、 球団ワースト記録の96倍を期して最下位に沈んだこともあり、現状維持の年俸22000円で公開した。2018年12月26日に契約公開に臨み、球団の日本人最高年俸を更新した山田哲人の4億3000万円を超える額を要求して即刻却下されたが、来年は自身の25周年であることにちなみ、3000円アップの 年俸2万5千円で公開した。自身の予想より報道陣が集まらなかったことから歌手の沢田健二を意識した格好で例年公開していた交渉の場を非公開にし、プライドが邪魔をしたと報道陣の少なさに不満を漏らした。2019年年内に契約公開ができず、ただいまパトロール中、イノシシを退治次第契約いたしますので越年します。つばくろう。 と書かれたスケッチブックで越年となったが、年明けの2020年1月16日に、改めて契約公開が行われ、5000円アップの年報を3万円で公開した。ありがとうございます。